奥沢城は東京都世田谷区奥沢にあった日本の城。奥沢城は木田氏によって築かれたと言われる平城。世田谷城の出城として用いられた。昭和62年12月18日に世田谷区の区指定史跡に指定されている周囲の平野部に南の大地から北方に突き出た絶城大地城に示名字し、大地城の区本仏城神寺境内に 方形の各跡が認められる。九本仏駅前から大地登録にかけて上角由来の地名が残ることから上域は九本仏駅付近から大地端まで広がっていたものと考えられる。また現在は開発が進んで失われたが上石周囲には近年まで堀跡及び奥沢の底なし田んぼと言われていた深田が広がっていた。 王子はこの堀と北六の沼地とで、味方の守りを固める構えとなっていたものと、考えられる。九本仏上神寺境内に方形に回る土塁が残る。奥沢城の城主、太平ではの神の学娘、時和姫が、世田谷城の七代目、城主、平良頼安公に十人目の側室として選ばれ、長愛を受け子供を宿した。 このことを嫉妬した頼り公の他の9人の側室たちの計略で、ときわ姫は無実の罪をよりやすにとがめられ、最後は乗馬の地で追っ手に捕らえられ自害した。世田谷城から追われる前に、ときわ姫は太平ではの神に助けを求める手紙を白鷺の足につけたくしたが、折からの雨に濡れた足の手紙が重くなり白鷺は奥沢城近くで力尽き息絶えた。 白鷺の亡骸は、付近の村人によって発見され丁寧に葬られた。あくる年の夏に、その白鷺を埋めた場所に美しい花が一斉に咲き、それは白鷺の舞い立つ姿に、そっくりな花であった。人々は、時は姫の運命を忍んでこの花を咲きそうと名付けた。ありがとうございます。